ワルシャワ広告軍のウーラン。ウーランは、ランス、サーベルや小銃などを装備したポーランド系機兵を指す。ポーランド語ではウワンまたは、ウーワンと呼ぶ。18世紀になると、プロイセンをはじめヨーロッパ諸国で編成されるようになる。日本では、英語の訳語である、ヤリキ兵としてよく知られている。近代から現代にかけての各国のヤリキ兵はこの、ウーランが基本型となっている。 彼らの着用する四角形の板がついた帽子をチャプカと呼ぶ。これはポーランド語においては帽子を指す一般名詞である。フランス語のシャポーと同語源で帽子を意味するラテン語のカッパから、現代のフロックコートなどダブルブレストの上着はこのウーランの制服を元にしたもの。また、ウーランは独特の根性色を用いた制服を マトウノが伝統で、根性色の一種である、プルシアンブルーは、プロイセン王国軍のポーランド人、ウーラン隊の制服の色に由来する。名前はモンゴル、タタール語の勇敢なる戦士、が、語源とされる。オスマン帝国の青年隊からなる説もある。14世紀にかけて、モンゴル、タタール系の人が、ポーランド、リトアニア、アレンあたりに住み着くと、地元となる。 ポーランド貴族は彼らの豊富な実戦経験や伝統的な戦法を積極的に取り入れようとした。16世紀にかけて偵察及び重機兵の戦権、招待突撃作戦などを主な任務とした軽機兵隊はすでに現れている。18世紀下記の発達によって各国で重装甲が徐々に時代遅れになるにつれ、機動性を重視した機兵が主流となった。 ポーランド最後の国王スタニスワフ2世は、騎兵連隊にランス、サーベルやピストルなどを装備させ、鮮やかな制服で飾って、ウーラン連隊と名付けして、国王護衛隊として編成。またポーランド分割の後、プロイセン、オーストリア、ロシアの国土となった、いくつかの州でも間もなくウーラン連隊が編成される。オーストリアにおいて、槍騎兵連隊は1784年を初めて、 編成され、隊員のほとんどが、ポーランド人であることをちなんで、ウーランプルクと呼ばれていた。ドイツウーラン1914年、19個、ヤリキ兵連隊が、ドイツ帝国陸軍に編入された。1919年に解散されている。マンフレート・フォンリヒト・ホーフェンは1911年の4月に、主管学校を卒業後、ヤリキ兵連隊に、配属されたが活躍の場が少なくなったことや、 勤務中に操縦士を目撃したこともあり、航空隊への転属願いを、師団長に出し1915年5月に、飛行訓練所への入所が認められた。オーストリアウーラン、ロシアウーラン、ポーランドウーラン、ユーゼフ、コワルスキーは、第22軽騎兵連隊に所属し、ポーランドソビエト戦争に従軍していた。1939年の戦役における、ポーランドの騎兵連隊が、 地上最後の実践的ウーランであった。現在でもポーランドをはじめ各国にウーラン連帯が存在するが完全に機械化されている。ありがとうございます。